演武開演。どうも、突然ですが皆さん、お野菜は好きですか？自分はもちろん好きな野菜もあるのですが、苦手な野菜もありますね。では、大人になって今でもなかなか子供の頃の好き嫌いを克服できない、そんな方も多いのではないでしょうが、では皆さん、話は変わりまして、ケーキはお好きですか？まあ少なくともお野菜に比べれば好きと答えられる方は多いのではないでしょうか。もちろん皆さん、この世の中に生きる全員が全員そうというわけではないのでしょうが、で、この流れで何が言いたいのかと言いますと、実はお野菜を使ったケーキがあるということで、そのお店に行って買ってまいりました。ではまずそのお店を、こちらが今回買ってきたケーキです。このままだとちょっと見えないですね。では綺麗、色とりどりで美味しそうですね。ではまずはこちら、ごぼうのショコラから食べてみたいと思います。ごぼう、食物繊維豊富、チョコレートもカカオは食物繊維があるので、食物繊維をいっぱい取れるケーキですね。で、今回は食べ終わった後にどれが一番美味しかったのか順にランク付けもしてみたいと思っています。というわけで、まずはごぼうのショコラ。見た目はちょっとここにごぼうがある程度ですが、どんな感じなのかな、いただきます。これが本当にごぼうなんですか？自然栽培はやっぱり違うんでしょう。チョコレートは結構甘めで、中にごぼうなのか板チョコなのか分かりませんが、ザクザクとした食感のもあるものが入っていますね。で、ケーキの生地も結構固めで食べ応えがあって美味しかったです。では次はキャロットオランジェです。人参のケーキですね。人参と、なんだろう、人参とリンゴって結構ありそうな気がしますけど、オランジェってあんまりないような気がしますね。どういう、下のムースの部分が人参なのでしょうか。ではいただきます。人参はちょっと弱いかな、これ。オレンジの酸味はしっかり効いてるのですが、人参はちょっと主張がなかったですね。逆に言うと人参が苦手な人でも食べられるケーキということなのかもしれませんが、というわけで次は贅沢タルトですというタルトですね。なんかあまりひねりのないネーミングと言いますか、失礼ですが。で、こちらは何でも栗とかかぼちゃとかいろいろ入ってるみたいですね。おお、結構食べ応えありそうですね。ではお、下が硬いな。いただきます。クッキー生地は確かに贅沢な気分になります。でももうちょっと、タルト生地はサクサクっとしていて自分好みで固めでとっても美味しかったですし、中の食材も甘めで食感は感じられたのですが、ちょっといろいろ入りすぎてどれがどれだか分からなくなってしまったのが残念でしたね。あとタルトなんでクリームの方が良かったかもしれません。まあ美味しくはありましたけど。こちら、リンゴとビーツのムース。これ一番売れてるケーキらしいですね。ビーツはスーパーフードだから野菜に入るのかな、果物に入る、まあどっちでもいいか。おお、色は鮮やかですね、ピンク。この可愛さが人気の秘密なのでしょうか。ではいただきます。スーパーフードは果物、それとも野菜、それともスーパーフード。ビーツで食べたことなくてあんまりその味はわからないのですが、リンゴは甘酸っぱさと甘みが見事に調和していてとっても美味しかったです。ビーツも甘酸っぱい系なのかな。この赤、体のよくあります、赤にも効きそうですね。いや、体が赤つって買ったらダメなんですけど。ジャガモンブランです。これが今回個人的に一番気になってたんですよね。なんかじゃ、さつまいもとかかぼちゃのモンブランはありますけど、じゃがいものモンブランってありそうでなかったような、そんな気がいたしますかな。わ、香りはじゃがいもだな。
ポテトとかに入ってきます。ポテトから出てきた時の。では。おっと、上のムースは固め。では、いただきます。あれ、なんか違うような気がするな、これ。じゃがいもの味は結構強めでしたね。あまり甘さはなくて、甘いのが苦手という方にはお勧めできるかもしれませんが、ケーキに甘さを期待する方はちょっとかもしれません。というわけで今回買ってきた5つ全部食べてみましたが、自分個人的に一番美味しかったもの、それランキングしていきたいと思います。ではまず一番最下は、こちらでチョコやってキャロットオランジュですね。ちょっと人参の主張が弱くて、キャロットと名がついてるのはもうちょっと欲しいかなっていうような気がしたのは残念でした。まあ人参が苦手な方にはおすすめできますが、いやそもそも買わないかなとも思ってしまいますので、こちらの点数とさせていただきました。では続きまして、点数は同じなのですが、贅沢タルトですね。やはりいろいろ入りすぎてです。何が何だか分からなくなってしまっているのがちょっとタルトとして考えたら美味しいんですけどね。では続きまして、3番目にジャガモンブランです。ちょっと期待してたほど甘モンブランとしては成立してなかったかな。もうちょっと甘さが欲しいと思えてしまったのが残念でした。ただ甘さが本当に控えめなので、甘いケーキが苦手という方もこれなら一緒に食べて盛り上がるということはできるかもしれません。ただジャガイモ系が結構ありましたので、ジャガイモが苦手という方はですね。でも美味しくはありましたね、ホクホクしていて。というわけでこちらの点数とさせていただきました。続きましては、はい、第2位リンゴとビーツのムースですね。あの甘酸っぱさは結構口の中でさっぱりさせてくれて、その最後まで飽きることなく食べることができました。なんかホールで食べても美味しくいただけそうな気がしますね。というわけで第1そちらの点数させていただきました。最後に残る第1位はもうあれしかないですよね。そう、ごぼうショコラです。ごぼうショコラも点数としてはこちらですが、より上として歯ごたえを楽しむことができた濃厚な味わいがあったチョコレートの、そういった点が非常に美味しかったです。あれで食物繊維が取れるなら嬉しいですね。ごぼうの奥深さを改めて知った気がします。というわけでこうした形であればお野菜も皆さん苦手意識を持たずに食べることができるのではないでしょうか。というわけで、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。